始まり始まり、今日の焦点北九州、お題は新型コロナウイルスワクチン接種。北九州市では新型コロナウイルスのワクチン接種を行っています。高齢者のワクチン接種の流れはこうです。まずご自宅などに北九州市からワクチン接種のための接種券と予診票が届きます。こちらが接種券、こちらが予診票ですね。ワクチンの接種を希望する方は予約が必要です。接種会場は市内に13カ所、都合の良い日時と会場を選んで予約。予約は電話をするかインターネットの専用サイトから申し込みます。そして大事なのが接種を受けに行く前に予診票への記入を済ませておくことだそうです。持病のある方やアレルギー等をお持ちの方は事前にかかりつけの先生などにご相談いただくと安心です。ワクチン接種の当日についてです。会場には接種券と予診票、本人確認のための書類を忘れずに、そして接種しやすいよう肩を出しやすい服装で出かけましょう。北九州市ではワクチンの接種に関する専用のコールセンターと相談窓口を設けています。当日に発熱がある場合など体調の優れない時は接種を控えていただき、コールセンターまたは予約専用サイトで再予約を行ってください。最新情報は北九州市のホームページに掲載されていますのでご覧ください。また医学的な相談ができる専用ダイヤルを福岡県が開設しています。高齢者の方から接種を開始し、その後基礎疾患をお持ちの方や施設従事者の方など接種を行っていく予定です。対象の方にはご案内が届きますので、接種を希望される方はお手元に届いたら予約の手続きをお願いします。今日の焦点、接種券が届いたらご予約を。新型コロナウイルスのワクチン接種、予診票への事前記入をお忘れなく。